はい、はい、パート2スタートです。質問コーナーいきます。はい、イエさんへのファンの方からいろんな質問が来てますのでお答えいただきます。ロマンド・パスクワーレさん、前回からどうなりましたか。浅草に戻ってきてくれて嬉しいですということで。はい、ありがとうございます。休んでる間どんな仕事をされてました、どんなことされてましたか。休んでる間は学校の勉強もしてましたし、はい、あと就職活動とかもしてましたし、はい、そうですね、あとあの家の家事、ご飯とか、はい、作ってました。ちなみにご飯お得意な料理とかあります。得意な料理、あのパン作りが好きです。こうやって手でこねるんですけど、はい、そうですよ、家でこうやって手でこねてパン作ってました。パン作ってるとおっしゃってましたね。はい、はい、ありがとうございます。はい、フォークスエッチアリさんと、ちょっとすみません、まあ、誰かが通り気の誰かがおっしゃったと思うんですけども、日本での生活はなんか難しいこととかありますか。そうですね、私実はちっちゃい時海外住んでたんですけど。あ、そうでしたよ ね、 ね、ちなみにどことどこと。イタリアと、はい、ドイツと中国に住んでました。あ、そうなん。どのくらい期間。ですね、イタリアが3年半で、はい、ドイツも3年半で、はい、中国が2年ですね。それはお父様のお仕事の関係ってことですか。あ、そうです、そうです。先ほどちょっと教えてそうです、それで行ってたんですけど、はい、まあでもやっぱ私日本人なので日本が一番過ごしやすくありますよね。日本のいいとこって何かあります、その過ごしやすいなっていうのは。はい、やっぱ子供一人で外に出れるのってすごい大事だなと思いますね。海外やっぱ危ないとか、一人では出ていけない法律とかもあるんですか。なんか法律というか、はい、日本人学校に返したので、はい、その日本人学校の中では子供はドイツは小学5年生ですかねで中国は中学1年生になるまで日本人の子供一人で外に出ちゃいけないって言われてて。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だから友達と自由に遊ぶなりもできなかったですし、はい、いつも下に兄弟がいるんですけど、割と兄弟男の子なの。女の子と男の子です。お姉ちゃんなんですか。3人の女の子。そうなんですよ、一番上なんですよ。なんかしっかりしてる感じがある。だからその2人と一緒にいつも遊んでましたね。お家の中でとかで。そうですね、あと庭があったので、はい、庭で遊んだり、まあ、3人いるので飽きはしなかったんですけど、はい、まあ、でもやっぱ友達と遊びたかったですね。そうですね、小学生だったよね。そうですね、そうですね。あ、そうなんだ。あとアニメがお好きですかとか、はい、まあ、これ誰かも知らないですけど、多分仕事が忙しくてそういう好きなことができない、アニメ見れないとかいう人もあったんですけど、なんかお好きなものってありますか。私はですね、韓ドラが好きです。韓国ドラマが韓国のドラマ。好きな俳優さんは。好きな俳優さんは、もしくは作品は、愛の不時着がすごい好きで、はい、すごい定番なんですけど、はい、いいですね。ソーイエジさんがやっぱり好きですね。はい、あとはそのソーイエジさんが出てる39歳っていうドラマが最近あるんですけど、はい、あ、そうなんですね。はい、それも最近見ました。それもすごい面白かったです。それは、ちなみに韓国語は少しわかるんですか。韓国語はドラマ見すぎてだんだんわかるようになってはきたんですけど、はい、なんとなくわかるようになってた。すごい。あ、でもなんかそうですね、ドラマによく出てくるやつは、はい、わかるようにはなりましたけど、はい、ちょっと全然喋るはしないので、で勉強したいなと思って。ヒアリングができるんです。ある程度わかるようになったんです。ある程度というか、なんとなく雰囲気が。そうですね、なんとなく。だんだんわかるようになってきたような気がしますね。このアニメに関しては、パスブーさん、フロムインディアの方からですね、もういただいています。ありがとうございます。はい、でサムフィッシャーファイブさん、外国人と付き合うことはできますか。面白い質問ですよね。はい、付き合うことはもうできるんじゃないですか。できないですかね。いや、わからない。どうでしょう。できる気がしますね。はい、ただあんまり出会いがないので、あんまり、はい、想像はできないですけど、はい、でも最近私の友達がスウェーデンかどこかに留学して、はい、そこの現地で彼氏ができたって言って、はい、なんかすごい写真送ってくるんですよ。そうなんですか。すごいいいな、羨ましいなと思ってます。そうなんです。その方は、今ごめんなさい、ちょっと聞き逃しちゃったんですけど、はい、どこへ住んで、日本に住んでて、じゃあ向こう行って。日本から、そうです、スウェーデンに留学してて、はい、そのスウェーデンで彼氏ができた。すごい、めっちゃ背高い人なんですよ。どのくらいかな、イメージで。196センチって言ってました。冗談で2メーターって言おうと思ったら、本当に2メートルありますよね。大きいですよね。すごいですね。大きい男の人かっこいいですもんね。いいなと思ってます。はい、ちなみに同じサムフィッシャー5さんは、これ僕も思ってたんですよ、モデルの仕事をしてたんじゃないですかって。モデルはしてないですね。そうなんですね。はい、なんとなくイメージでモデルをしてるんじゃないかなみたいな。本当ですか。はい、ありました。一回やってみたいなとは思います、ね。はい、
まあ、通り気でやらせてもらってるようなもんなので、はい、そうですね、 そうですね、通り気の女性ドライバー、はい、若干そういうところもあのそうなんアイドルユニットみたいになってきてるの で、 で、ね、いやもうそれで十分です、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。セボニセボニさんが、3ついただいてるんですが、まず1つ目、英語は話せますか。英語はですね、さっきあの海外にいたって言ったんですけど、はい、その時日本人学校からしたので、その英語が喋れるようになったわけではなくて、はい、普通の日本人の他の子と同じように中学に入って勉強してみたいな感じですね、はい、だから話せるというまででもないですけど、はい、それなりに勉強してきました。日本人学校は日本人の人、日本人の人っていうのは日本人ばかりなんですか。そうですね、あのドイツはフランクフルトの国際日本人学校っていうのがあって、はい、みんな日本人なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ、だからもう日本人の友達がいて、はい、日本語で勉強して、はい、あのドイツ語はなんか週に3回くらいですかね、なんか日本でいう英語の授業みたいな感じで、はい、ドイツ語の授業がたまにあって。あ、そうなんですね。そうですね、中国も同じ感じですね。あ、そうなんだ。上海にいたんですけど、日本人学校2つあるんですよ。上海は何歳ぐらいの時。小5小6ですね、11歳12歳です。あ、じゃあ結構長いんですね、本当に。そうですね。ちなみに、あ、これあの通りきの子は全員いないということになってるんですが、一応聞きます、はい、彼氏はいますか。いません、はい、そうお答えいただく約束をミサさんとしましたこのことは詳しくは動画内で ご確認ください。はい、ぜひ見てください。通りきの女性ドライバーは彼氏はいないということに、皆さんなっております、はいはい、ちなみに好きな男性のタイプは。そうですね、今私21なんですけど、はい、なんか母が24で結婚してるんですよ。早い。だからなんかそう考えると3年じゃないですか。はい、そうですね。そう思うとなんかやっぱあのなんか優しい人がいいな。優しい人、なんかいい旦那さんになってくれるようなタイプの方がいいなと思ってます、ね、これ実は今の答え、ゆかさんも全く同じことを言っていて本当ですか、はい、優しい男性がいいって、うん、優しいってちなみにどんなことですか。なんかあのすごい気使ってくれる人がいいですね。リエさん、リエちゃんに対してこう、ね、気を、いや、思ってくれる人。そうですね、まあ、なんかもちろん私もあの気使いますけど、はい、なんか疲れてる時になんかご飯作ってくれたりとか、あ、はい、なんかそこでなんかほっとくような人ではなくて、はい、あのちゃんと考えてくれるような、大丈夫とか言ってくれるような、そうですね、僕がやるよみたいなことですかね。そんな人がいいなと思って、はい、リエちゃんを愛してくれる人ということで、よろしくお願いしますよろしくお願いしますすいません、ブレたのに僕は笑っちゃいました。すいません、素で笑っちゃいました失礼しました。これが最後かもしれません。ラッキータイランさん、はい、東京力車の中で、仲のいい人とかありますか、はい、同期とか。そうですね、私、まあ、みんなとまんべんなく仲はいいんですけど、はい、特に仲いいのはあのもえもえきゅんのもえこちゃんと、はい、あとすーちゃん、すみれちゃんですね、はい、はあの同い年ですし、はい、大学4年生なので、はい、なんかよく就職活動の話とかもしますし。あ、そうなんですね。そうなんですよ、一緒にご飯食べに行ったりします。ちなみにお酒は。お酒は全然飲めなくはないんですけど、はい、あのあんまり飲む習慣がないというか、はいまあ、友達といる時は飲むんですけど。スーちゃんめちゃくちゃ飲むみたいなこと。あ、そうなんですよ、スーちゃんすごい飲みますね。そうですよね。スーちゃんが飲んでるのを私と萌子は、はい、一杯こうやって持ちながら見てるみたいなそんな感じですね。浅草飲むとこたくさんありますね。そうですね、まあでも結構その飲み屋さんとかっていうよりは、はい、なんかおしゃれなとこに3人では行ったりします。いいですね、はい、あれこの間今日かな、 TikTok に上がってました。ゆうちゃん、なんかカフェみたいなところでお話しされた、あれ誰と一緒だったんだろう。 あれはですね、あの会社の中で。会社の中なんですか。すごい綺麗なとこだったんです。びっくりしたんですけど。アイス食べてました。そう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 、いただき物のアイスを。あ、そうなんですね。そうです、あの後萌子と、昨日すーちゃんいなかったので。そうそう、そうですよね。そう、萌子とあのイタリアに行きました。そう、あ、いるんだなと思ってそうなんですよ。あれ、僕そう、萌え萌え系に会ったことないので。あ、本当ですか。一度もないです。昨日いましたね。そうなんですね。平日仕事される日もあるんですか。そうですね、私あの4年生なので、はい、平日大学が休みの日もあって。そうなんですね。休みの日は
たまにいますね。あ、じゃあ今度夜の撮影お願いしよう。はい、ぜひお願いします。夜の浅草綺麗ですんでね。そうですね、また違った感じしますよね。はい、僕勤めてるのがすぐそばなんで。あ、そうなんですか。はい、はい、仕事が早く終われば来たいと思います。ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。質問を、すいません、昨日ですね、急遽十数時間前に、質問コーナーを立ち上げたので。あ、そうだったんですか。はい、それでこれだけ集まったので、あ、ありがとうございます。今度はまたゆっくり集めますので、よろしくお願いします。はい、ぜひまたいろいろ質問してください。はい、ありがとうございます。はい、質問コーナーここで終わります。一回切ります。パート3の、あ、パート2の途中からです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、先ほどマスクは取っていただきましたけど、今はマスクして、はい、今からおみくじ引きに行きます。おみくじ引きに行きましょう。恋みくじは聞いたことはないですね。初めて聞きます。ずいぶん長く仕事してるけど、意外なことが初めて。聞くのちょっと緊張するじゃないですか。あ、まあそうですね。運命の相手と思うとなんかちょっと緊張しちゃって、はい、いつか引こうと思ってたんですけど、はい、引けずにここまで来ました。そうなんですね。はい、恋みくじどこでしたっけ。あれ、あ、前ですね、目の前です。あった、あった。今今戸神社でこう、はい、皆さん視聴者の方はデート気分で見てください。ごめんなさい、怒られるかな。すいません、こんなことばっかり言ってるんですぐ怒られる。大丈夫ですよ。あ、ちょっと後ろかかとか、ね、はい、恋みくじどれですか。あった、こんな感じです。恋みくじ200円ですね。あ、200円ですか。あれ、あ、そっか、表に出てたんであれかと思ってたんですけど。はい、では、200円がここにありますので、はいはい、ありがとうございます。はい、経験していただきます。それでは、はい、入れます。あ、どれにしよう。どれにしましょう。大事なところです。これはちょっと待ってね。勘で、勘で、ちょっと大事。あ、いいです、いいです。はい、どうぞ。はい、引きました。引きました。これはどういうことなんでしょう。これはですね、運命の相手が分かるっていうおみくじです。これ、邪魔にならないけど、ここで開いても大丈夫ですか。ちょっと開いてみましょうか。はい、いいですか。YouTube、 緊張しますね。YouTube っぽいですね。これ YouTube っぽい。いや、楽しいです。はい、運命の一瞬です。ありました。はい。いきますよ。はい。いいかな。ほっ。ほ、中吉でした。中吉でした。中吉でもなかなかいいんじゃないですか、中吉って。はい、ちなみにどんなことが書いてあるの。後でちょっと撮影フォローで入れましょう。おお、これいろいろ書いてあるんですよ。なんかその、はい、どの血液型がいいとか、どの星座がいいとか。そうなんですね。あまりプライベートなことはね、全部喋っちゃうといろんなことバレちゃう。まあまあ、でもおみくじなのでね。はい。比較的、言える範囲で言うとどんなことが良さそうなことか。ですね、血液型は B 型か A 型が良くて、はい、相手の方ですか。そうです。AB 型は避けなさい。AB 型の方すいません。ちなみに私は AB 型です。そうなんですか。そうなんです。あ、じゃあそれ以外の方。そうですね。で、年齢は3歳以上の差があるといいらしいです。はい、3歳以上の差ですね。そうすると、何歳からだ、24ですね。から歳からですね。今21歳ってことですね。21です。そうです。らしいです。そんな感じで書いてあります。はい、ありがとうございます。はい、みくじですね。実は木札がないということで、次回ですね、撮影できたら木札も一緒に作りに行きたいなと思いますので、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは戻りましょう。はい。今日はですね、混んでるんで案内は少しあまりせずにそのまま動きます。ちなみに窓神社こんな感じです。なみちゃんいるかな今日。なんか日が当たってるからいそうですよね。そうですよね。僕奈美ちゃんはね、2分の2でお会いしてるんですよ。本当ですか。はい、まあ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 たくさん、ちょっと綺麗なところなんで少し足。あっ、りえちゃん、お願いがあって、これ写してもいいですか。ハートのやつ。あ、もちろんです、もちろんです。入ってもらって僕の方から写していいですか。なんか どっちから写すのが可愛いんでしたっけ。これこっちから撮るんだっけ。逆かな。これをなんかこう見えるようにして撮ると可愛いよって聞いたんですけど、逆だ、こっちから、こっちからだ。これがですね、すごい可愛いんですよ。これだけ撮って帰ります。動画の方ごめんなさい、ちょっとあれです。
ちょっと一瞬動画の方ごめんなさい、一回切ります。あ、はい、撮れました。先ほどのおみくじを結んで、すいません写真終わったんで結びます。結びます。ちょっと折って、はい、三つ折りぐらいにします。はい、お願いします。で、いいご縁がありますように。ありますように。こうちょっと引きで取ってきます。この辺に伏せますね。はい、お願いします。できました。結び終わりました。だだん、これどうしてなんかおみくじって結ぶんですよね。結びますよね、はい、なんか結んだ方がなんかいいことがあるような気がしますよね。あ、すいません、ごめんなさい、絵がなんとなくでも私大吉だったら持って帰ったりしちゃうんですけど。あ、なるほど、そういうこと。一緒に入ってたこれはいただいて帰ります。はい、お願いします。ではまたこのまま動きまーす、はい、おみくじ会でした。はい、はい、ここどこでしたっけ。ここは、隅田公園沿いの水町、はい、水町、はい、場所ですね。残念ですそうか、はい、乗ってる人は食べられるんですけど、はい、そうですね、シャフさんはね、ドライバーさんは食べられないっていうことで。あ、かわいい。はい、端っこまで続いてます。そうですね、あ、雲が、天気がすごくいいから、すごい、競歩ですよね。そうです、あ、すごい覚えててくださって、ね、ありがとうございます。競技人口の少ない競歩を狙ったと。そうなんですよ、はい、言ってましたもんね。すごい覚えてくれて覚えてますよ。人力車のお仕事もしている。そうですね、これからは毎週取れます。え、もう東京力車どのくらいお仕事されてるんですか。あ、そうですね、まあ、1月から研修がしてるので、はい、まあ、1年弱ぐらい。え、そうなんですか。そうですね、まあ、デビューしたのが11月なので、はい、けど、まあ、3か4か分かる、ちょっとそのくらいです。まあ、実はお寺でありながら、はい、日本で2番目に低い山とも言われてます。あ、そうなんですね。はい、口登山。口登山。ちなみに何メートルぐらいでしたか。はい、そうですね、私的予想で読んでるの、はいはい、私的にはまあ、朝日ビール全部はい、明太チーズ好きですよね。バレました。はい、明太もちチーズ。もちチーズ、もちやね。覚えてました。そうそうそう。覚えてました。すごい。そう、今思って。